私だけのお気に入りを作ろう、クロバーのチクチクヨーヨープレート。小さい歯切れになっても捨てられないお気に入りの布はありませんか？いろんな思い出がいっぱい詰まった布は小さくてもなかなか捨てることができませんよね。可愛いからつい衝動買いしてしまったカットクロスはありませんか？使う目的がないので長い間眠っていませんか？そんな時は迷わずにヨーヨーを作ってみましょう。ヨーヨーとは小さな歯切れで作る可愛い布モチーフのこと。丸い布の周囲をぐし縫いして引き絞るとこんなモチーフができます。たくさん作ってつなぐとこんなに可愛い作品が作れます。どうですか？お手元にあるいろんな模様の歯切れを組み合わせるととっても楽しい手作り作品になります。ただ一つ問題なのがちょっと面倒くさいということ。一つ一つコンパスで円を描き、ハサミで切り取って、周囲を均等に折り曲げ、等間隔でぐし縫いしないと綺麗に形の揃ったヨーヨーはできません。簡単に見えて結構難しいんです。ああ、またやり直し。こんな時、クロバーのチクチクヨーヨープレートが大活躍です。面倒な印付けは一切必要ありません。こうしてプレートの上に布を置き、上からディスクをはめ込んで固定します。次に縫い代を少し残してそのままハサミでカットします。プレートの穴に沿って針と糸でチクチク縫うと自然と等間隔に縫っていることになります。この時縫い代も同時に折れるので綺麗な形に出来上がります。一周縫えたら裏側の穴からポンと押し出します。ほら、綺麗な円形、ぐし縫いも等間隔です。ディスクも簡単に抜き取ることができて、あとは糸を引っ張って引き絞ると可愛いヨーヨーになります。見えますか？ひだが綺麗な等間隔になっています。プレートを使うと全く同じ形のヨーヨーをたくさん作ることができます。いろんな歯切れが簡単に可愛いヨーヨーに変身します。ほら、形が揃うととってもついつい作りすぎてしまうほどの楽しい手作りです。突然ですがここで問題です。このプレートでは一体どんなヨーヨーができるのでしょうか？正解はフラワー型のヨーヨーです。こんな複雑な形はもはやプレートなしでは作れませんよね。それでは第2問です。これはどんなヨーヨーでしょう？これは簡単ですね。正解はハート型のヨーヨーです。とっても可愛い形のヨーヨーです。作り方はどちらも円形のヨーヨープレートと同じです。プレートの穴に沿って針と糸でチクチク縫っていくだけ。とっても簡単でしょ？糸を引き締めるときはご覧の部分に親指を入れて押し出しながら行うときれいに仕上がります。フラワーの場合も同じようにご覧の部分に親指を入れて押し出しながら糸を引き締めるときれいに仕上がります。どちらもこの丸い部分を上手に作れば出来上がりもバッチリです。使
素材によってヨーヨーは様々な楽しみ方ができます。プリント模様が可愛いコットン、ヨーヨーにするとどんな風に模様が現れるのか楽しみです。サテンなど光沢のある布を使ってもまた違う表情のヨーヨーができます。ウェディング雑貨のアレンジなどに大活躍しそうですね。こちらはレースとオーガンジー、とってもロマンチックなヨーヨーになりますね。薄手のウールやネルで作るとふっくらと涼感のあるヨーヨーができます。これは驚き、今までになかったちりめんを使ったヨーヨーです。こんな風に携帯ストラップや手提げバッグのデザインに使うと和調モダンな雰囲気になりますね。クロバーのチクチクヨーヨープレートは全部で8種類。円形のヨーヨープレートは SS、S、L、LL の4サイズをご用意しています。シンプルなので作品バリエーションを増やしやすいモチーフです。ハートのヨーヨープレートは S と L の2サイズをご用意しています。一つでも可愛いこのモチーフはいつの時代も女性に人気のモチーフです。フラワーのヨーヨープレートは S と L の2サイズをご用意しています。コサージュにしたり刺繍と組み合わせたり、応用を考えるのが楽しくなるモチーフです。いかがですか？クロバーのチクチクヨーヨープレートで楽しいヨーヨー作りをしてみませんか？クロバーでは編み物、手芸、ソーイングなど様々な手作り用品を取り揃えています。クロバーで手作りの世界を広げてください。